NHK は子会社の不祥事を受けて、役員全員が報酬を一部返納すると発表しました。NHK は今月、2億円を着服した子会社 NHK アイテックの社員2人を懲戒解雇し、社長を含む役員5人も引責辞任を表明しています。 NHK 経営委員会では、NHK 本体の役員全員が報酬を一部返納することを決定しました。茂木会長が報酬の 50%、 2ヶ月分を返納するほか、現在の理事らも報酬の 30%、 2ヶ月分を返上するとしています。